ハロウィン。ハロウィンの日にはとても不思議なことが起こると言われています。あるハロウィンの日、二人の子供が不思議な世界に足を踏み入れようとしていました。これはそのアンとグレッグが繰り広げる二人の冒険物語です。ある森の中にお菓子の家の噂がありました。そこには美味しいお菓子がたくさんあるというのです。ハロウィンの夜、子供たちはお菓子の家へ向かって出発しました。そんな時、アンとグレッグは口喧嘩を始めてしまい、他の子供たちとはぐれてしまいました。二人のことなど忘れた他の子供たちはお菓子の家にたどり着きました。入り口のお菓子につられて夢中になって家に入ります。しばらくするとアンとグレッグがやってきました。二人が家に入ると信じられないことが起こっていました。なんと友達みんなが銅像に変えられているではありませんか。恐ろしいボギーマンは子供たちの魂を奪うと、みんな銅像の姿に変えてしまうのです。アンとグレッグは友達を助けようと思いました。しかしそこにはボギーマン以外にもとても恐ろしいモンスターが大勢いたのです。ボギーマンとモンスターに追いかけられて、アンとグレッグは森の中を逃げ回りました。なんとか振り切った二人ですが、今度は道に迷ってしまったのです。そして気がついた時には二人は怪しげな門の前に立っていたのです。ハロウィンって日は、お前たち、ここがどこだか分かってるのかい？知らないか。それではようこそ死者の世界へ。俺はここの番人さ。お前たち友達を助けたいんだろう。仕方ない、俺が手伝ってやるよ。ついてきな。この世界がどんなところか案内してやろう。これが魔法のクリスタルだ。あまり驚かないみたいだな。クリスタルを30個集めるとパートナーと交代できるぞ。チェンジボタンを押すだけだ。ディアボリカンビアーレ、カンビアーレ。簡単だろ。じゃあな。のか。よしよし、クリスタルを手に入れるにはこんな方法もあるんだ。よく見てるんだぞ。そろそろかな。わかったかな。
この世界にはこんなパンプキンがいっぱいあるんだ。アンが青いパンプキンを使うと氷の魔法を呼び出すことができる。グレッグが赤いパンプキンを使うと炎の魔法を呼び出すことができる。パンプキンを見つけたらまず使ってみることだな。それとアンは氷の上に乗れて、グレッグは炎に触れることができる。よく覚えとくんだな。
この世界にはこんなパンプキンがいっぱいあるんだ。アンが青いパンプキンを使うと氷の魔法を呼び出すことができる。グレッグが赤いパンプキンを使うと炎の魔法を呼び出すことができる。パンプキンを見つけたらまず使ってみることだな。それとアンは氷の上に乗れて、グレッグは炎に触れることができる。よく覚えとくんだな。この世界にはこんなパンプキンがいっぱいあるんだ。アンが青いパンプキンを使うと氷の魔法を呼び出すことができる。グレッグが赤いパンプキンを使うと炎の魔法を呼び出すことができる。パンプキンを見つけたらまず使ってみることだな。それとアンは氷の上に乗れて、グレッグは炎に触れることができる。よく覚えとくんだな。
Thank you.
ここでお前たちに大事なことを教えておこう。ボギーマンがなぜ魂を集めているかはわからない。だが、奴には科学者の仲間がいるんだ。お前と同じ人間のな。奴は魂を奪って容器の中に閉じ込めてしまう。周りには見張りがいるから気をつけろよ。容器につながっている装置を壊せば魂を助けられるぞ。友達が入った容器がどれかはわからん。すべて破壊するんだ。魂をすべて助けるためには、霧の橋の先にいる俺の仲間のジャックに会うこと。きっとそのジャックがお前たちにアドバイスをくれるはずだ。あとは任せた。頑張れよ。ここでお前たちに大事なことを教えておこう。ボギーマンがなぜ魂を集めているかはわからない。だが、奴には科学者の仲間がいるんだ。お前と同じ人間のな。奴は魂を奪って容器の中に閉じ込めてしまう。周りには見張りがいるから気をつけろよ。容器につながっている装置を壊せば魂を助けられるぞ。友達が入った容器がどれかはわからん。すべて破壊するんだ。魂をすべて助けるためには、霧の橋の先にいる俺の仲間のジャックに会うこと。きっとそのジャックがお前たちにアドバイスをくれるはずだ。あとは任せた。頑張れよ。
Thank you.